今回は仕事の渋滞は心理学で解決できるという本をご紹介します。本書の著者である佐々木氏は心理学ジャーナリストでもあり、ハックブームの仕掛け人の一人とのこと。その資質を生かし、作業の効率化と心理学的アプローチを掛け合わせたライフハック心理学を追求されているそうです。ライフハックとは日常の生活をより良くするための工夫や知恵のことですが、その枠を超え業務の効率化にまで目を向けられているのが大変興味深いです。特に印象的であったのが、やっぱり毎日やる方が圧倒的に楽という項目の内容です。確かに仕事を貯める癖がある人も少なくはないでしょう。今はいいから後でまとめてやるからと考えがちですが、佐々木氏はこの発想が誤りであることを指摘しています。なぜなら仕事をまとめてやるということは、本来不要だった仕分ける、整理する、記憶を掘り起こすといった作業が付加されてしまうからです。確かに1年に1回の作業を365回に分散させると手間が増えるように思えますが、著者の主張する通り、時間の面では確実に毎日の方が短いのだそうです。この点については例証がなされており、納得のいく内容となっています。1日6時間の作業時間があれば、1分ずつ365回の作業をこなすことができます。しかしそれを1日にまとめてしまえば、丸1日が終わっても作業が終わらないかもしれません。こうしてみると、まとめてというのは時間の無駄につながりかねません。ただ一方で、毎日やるということも現実的には難しいと述べられています。意を決して毎朝7時から8時の間にといった決め事をするのが良いそうです。そうすれば時間の無駄を省くことができるというわけです。ここで大切な点は、すべてを毎日やるのではなく、最優先事項となるものだけは毎日決まった時間にやるということです。まとめてしまえば効率が悪化する仕事もあれば、そうでないものもあります。メールチェック、経費計算など、まとめてしまうと時間がかかる仕事ほどこの対処が求められるのだと思われます。一方、ミーティングをむやみに重ねるのは逆効果だと指摘されています。ミーティングのスキップ分をまとめていっても、それほど長時間を要することはないそうです。手始めにミーティングの回数を減らしたり、あるいは長期的な計画策定の時間に充てたりすることが賢明だと言えましょう。このように著者は様々な角度から仕事の渋滞への対処法を説いています。今はいいや、後でまとめてやろうではなく、やるべきことは極力すぐに片付けること、そしてできる範囲で定時に行うよう心がける、作業効率を高めるための賢明な計画も大切です。このように佐々木氏のライフハック心理学に学びながら仕事術を磨いていけば、充実した毎日を過ごすことができるに違いありません。本書からは仕事をこなす際の大切なマインドセットが学べます。溜まった仕事を一掃し、仕事の状態を解消することへのヒントが随所に散りばめられているのです。ですから、仕事の渋滞にあえいでおられる方には本書を手に取ってみてはどうでしょうか。佐々木氏のメッセージは、単なる作業効率化を目指すだけでなく、読者一人一人が幸福で生産的な人生を送れるよう願っているのだと受け止めました。ストレスなく毎日を過ごす、そのためには仕事との付き合い方を改める必要があるのですが、本書に記された考え方を実践することで、そうした目標に確実に近づけるに違いありません。人生に仕事をゆとりを持って臨めるよう、そして仕事が心を圧迫しないよう、その点においても作者の言説は大変示唆に富んでいます。特に毎日ちょっとずつ決まった日課としてまめに進めるといった言葉から、仕事に手をつけるべきタイミングの大切さが伝わってきます。ストレスというものは対処のされ方で大きく異なります。溜め込んだ仕事に焦るよりも、少しずつこなしていく方がはるかに気が楽でしょう。本書を活用すれば、同じ分量の仕事をこなしてもとてもストレスは少なくなるはずです。
仕事が楽しく感じられるかもしれません。そうした人生観の転換まで視野に収められているのが素晴らしいところだと思います。心理学的アプローチと題された本書の内容は極めて合理的で明快です。心理学の理論を分かりやすく説明し、私たちの日常に生かせるよう具体的な例を交えて解説しています。このように理論と実践を架橋できる点がライフハック心理学の大きな魅力なのだと感じました。私たちが直面する数多の問題を学問と生活を橋渡しすることで解決へと導いてくれるのが本書の長所と言えましょう。ライフハック心理学は心理学の知見を日常生活や仕事の場面に生かそうとする実践的な学問分野なのです。理論だけでなく、その活用法までもが提示されているため、読者である私たちにとっても大変役立つ内容となっています。知的な面白さとともに、実用性も兼ね備えた一冊であると評価できます。単に作業効率を上げるためのテクニックを伝授するのみならず、仕事へのストレスを心理学の視点から改善する方法が示されているからです。本書を活用すれば、私たちの生活はきっと一層豊かで充実したものとなるでしょう。人生に仕事を、そしてその仕事に心の余裕を持てるよう、ライフハック心理学はそんな理想の姿を私たちに示してくれるのではないでしょうか。深遠な学問の知見を日常に生かす試みは、まさに現代人に求められる知の実践そのものなのかもしれません。